こんにちは、ミステリーナビゲーターのヒロです。あなたもご存知の通り、日本における神道の最高神は、高所神でもあるアマテラス大神です。で、彼女をね、主祭神として祀る神社に、有名な伊勢神宮っていうのがあるんですけども、でもね、なんか色々調べると、日本の最高神を祀り、かつ日本でね、最高の社格を誇る伊勢神宮には、奇妙なところがね、たくさんあるんですよね。で、その奇妙なところっていうのは、 最高神であるアマテラス大神の立場すら揺るがす可能性っていうのがあるんです今日はですね伊勢神宮に秘められたアマテラス大神の秘密に迫りたいと思いますはいあなたもね知ってると思うんですけどもまず伊勢神宮には内宮と下宮というのがありまして まあ大体の方がね、伊勢神宮といえば、内宮の方をね、お参りするんじゃないかなと思うんですけども、内宮の主催神というのは、あなたもご存知、アマテラス大御神です。もう一つ、まあ、外の宮と書いてね、外宮というのがあるんですけども、こちらの方はですね、アマテラス大御神の食事係であります。豊受けの狼というね、神様が祀られてるんですけども、 ここで一つ奇妙なところがありまして、伊勢神宮の公式の参拝順序っていうのは、下空が先で内空が後なんですよね。これね、少しおかしくて、普通の神社ではね、まず主祭神から参拝するはずなんですよね。なのに、伊勢神宮では、天照大神の食事係である豊受けの狼から参拝することになってる。で、実はこれね、内宮の主祭神っていうのは天照照大神なんですけども、豊受けの狼も、 下空の主祭神なんですよ。これ何が言いたいかって言いますと、内空と下空というのには分かれてるんですけども、伊勢神宮には二人の主祭神がいるっていうことなんです。つまり最高神であるアマテラス大神と、食事係である豊受けの狼っていうのが、同列に祀られてるっていうことなんですよね。これなんかおかしくないですかまたこれだけじゃなくてですね、下空戦災といって、一年を通して祭りのほとんどっていうのはね、下空が優先的に行われますし、 神様に捧げる神仙っていうね、要は神様のお食事も、下空は毎日、朝夕とね、2回届けられるんですが、なぜかね、内宮のアマテラス大神には年に3回だけなんですよね。 なんかね、食事係の方が、ええー、毎日ね、ご飯を届けられるのに、最高審の方はね、年に3回だけっていうのに。これもなんかね、おかしいと思うんですけども、もっとおかしなことは、普段はね、アマテラス大神の方が、下空にあります、三毛殿っていうね、まあ、いわゆる神様の、まあ、食堂といいますか、そういったところにね、出向いて、まあ、普段はね、アマテラス大神も一緒に食事してるっていうことなんですけども、これだとね、じゃあなんで年に3回だけは、 内宮で食事するのとも思いますし、え、最高神の方からわざわざ下空の方に出向くんですかっていう話にもなりません、まあ、正直ね、これ聞いた時にね、いや、どっちが最高神なんだろうと思いますよね。で、またですね、地形的にも、ちょっとま地図出しますけど、これわかりますかねまあ、豊受狼のね、いる下空っていうのは、伊勢の、まあ、真ん中に、はい、位置してますけども、アマテラス大神のいる内宮っていうのはね、平地の外れの、まあ、山の裾の にあるんですよ。まあこれ自体はね、まあ100歩譲って、なんかね、人気の少ないところにね、作ったんじゃないかっていうのもね、あるかなと思うんですけども、実はこの内宮っていうのは、東、西、南の三方を山に囲まれた、つまり日照時間の非常に短い場所に建てられてるんですよ。で、おまけにね、参拝者っていうのは、太陽に背を向けて、はい、アマテラス大御神を拝むことになるんですけども、まあ、あなたもご存知の通りね、アマテラス大御神っていうのは太陽神です。 じゃあ、こんな立地の場所に建てますかっていう話なんですよね。さらにですね、アマテラス大神っていうのは、あなたもご存知の通り、高素神でもあります。ただですね、本当に皇室とゆかりが深かったのっていうようなね、思わず疑ってしまうような出来事もあるわけですよ。で、そもそもですね、伊勢神宮が今の形になったっていうのが、7世紀後半から8世紀にかけて。 中心的に関わったのはね、児藤天皇という女性の天皇でございます。ところがこの児藤天皇なんですけども、伊勢への行行は行いましたが、伊勢神宮へは参拝どころか、大敗さえ行ったというね、記録がないんですよ。自分でね、自分のね、祖先のね、神宮を建てて、そんなことってね、ちょっとあり得ないような気がするんですよね。 で、まあ当時はね、交通事情も悪いんで、まあ山戸からね、伊勢までのね、参拝っていうのはね、まあ結構大変だったんじゃないかなっていうのはね、まあ想像できるかなと思うんですけども、でもそもそもね、あの天皇が暮らしてた山和地方に神宮を作らないで、 こんな不便なね、伊勢に作ったこと自体が不自然で謎。あ、すみません。あの、伊勢の方はね、ディスってるわけじゃないんで、はい。皆さん冷静に聞いていただきたいんですけども。でですね、結局、日本で最初に伊勢神宮を参拝した天皇というのはね、誰だと思いますなんと、19世紀のね、明治天皇なんですよね。まあまあ、最近の近代史の話になってきちゃいますよね。またね、東京にね、選挙した後で、最初にね、天皇が参拝した。 大宮の氷川神社もそうですし、もともとね、大和や熊野で天皇が参拝していた神社の主催神にもアマテラスはいないんですよね。ここまで聞いてどうですなんかね、皇室がね、アマテラス大神を敬ってたっていうような、ね、感じってしますかで、そもそもこの伊勢神宮の内宮に祀られている神様っていうのは、本当にね、アマテラス大神なのっていうようなこともありまして、伊沢宮というね、神社があるんですけども、 ここはですね、伊勢神宮内宮発祥の社とも言われる、まあ別宮になるんですけども、主祭神はアマテラスの御玉。つまりですね、アマテラス自身は伊勢神宮のね、内宮に祀られて、伊沢の宮にはね、その御玉だけが祀られてるっていうことになるんですけども、聖徳太子が7世紀に編纂しました。これなんて読むんだ仙台九時本紀大政郷という本にはですね、伊沢の宮の方が内宮より社格が上で、 アマテラウスの祭る本宮は伊沢宮と記されてたんですよね。ですがですね、その書物は伊勢神宮内宮側の猛反発を招きまして、偽書とされてしまいます。まあ、つまり公にはね、認められない偽物の情報が書かれた本ですよっていうことにされちゃったんですけども、ただ気になるのは、この、ちょっとまた読み方が <laughs> わかんない。仙台九字本記大政教、はい。 ま、これがね、7世紀に書かれたと言われる本なんですけども、その後に編纂された有名な古事記や日本書記では、伊勢神宮内宮の主催神っていうのはアマテラス大神っていうのになってるわけなんですよね。ただ、この二書の編纂を命じた天武天皇というのは、伊勢神宮を今の形にした中心人物である、持統天皇の旦那さんなんですよね。さあ、この7世紀後半からね、8世紀にかけて、 一体日本に何が起こったんでしょうか。で、またですね、まあ、伊勢神宮のみならず、まあ、式年戦宮というね、行事っていうのがね、あるんですけども、まあ、これはですね、20年に一度、老朽化した社殿などの建物と、全く同じものを隣に建てて、で、ご神体を移すんですけども、当然ね、老朽化した方は取り潰されるんですけども、伊勢神宮はですね、この取り潰された後に、大井屋というね、 小屋を建てるんですよね。ねで、この小屋の中にはですね、真の見柱と言われる、元々はね、社殿の中にあったものを覆う小屋になるんですけども、不思議なのはね、この伊勢神宮の真の見柱っていうのは、何のためのものなのかわからないんです。例えばね、出雲大社なんかにもね、真の見柱と言われるものはあるんですけども、 これはですね、斜殿の真ん中にドーンと立ってまして、まあ、いわゆる柱の役目っていうのをね、果たしてるんですけども、この伊勢神宮内宮の真の見柱っていうのは、床下に埋められちゃうんですよね。つまり、建物には触れてないので、柱の役目っていうのは果たさないわけです。じゃあね、この伊勢神宮の真の見柱っていうのは何なんでしょうか。現在内宮ではですね、三節祭といって、 毎年3回、雪のおみけと言われる神仙、要はお食事ですよね、をご神体の八タの鏡に奉納するというね、神事があるんですけども、ところがですね、これ古い記録によりますと、って言ってもまあ、明治のね、前までは行われてたそうなんですが、地元豪族の道場代表、まあ要はあ、女の子のね、代表が、 大物意味というね。なんかまあ字からするとね、あんまりなんかこう良くないような感じはするんですけども。あと、替え添え人と、要はお月の人ですよね。で、お月の人と一緒に、聖殿の床下に潜って、真の見柱に対してね、捧げていたということなんです。つまり、伊勢神宮内宮の真の見柱っていうのは、何かのご神体だったわけです。まあここでね、勘のいい方だとね、ピーンと来たんじゃないかなと思うんですけども、ご存知の通り、 アテラス大神の御神体というのは八田の鏡です。よりしろと言った方が正しいのかもしれないですけどではこの真の御柱は誰の御神体なのでしょうか私にもですねその正体は分かりませんまあ分からないんですけども要は伊勢神宮の内宮にはアマテラス大神とは別の神様がもう一体祀られてるようなんですよね 仮にも日本の最高神であり、皇祖神でもあるアワデラスオウミカミと一緒に祀られて、なおかつ名前が伏せられている神様、この存在とは一体何なんでしょうか。 よかったらね、あなたの考えをね、コメント欄なんかにね、書いていただけると嬉しく思いますし、ね、面白いなって思ったものは、それもちょっとね、調査していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、伊勢神宮に秘められた謎と、アラスオオ大カ神っていうのはね、本当に最高神なのかっていうことについてね、お話しさせていただきました。またね、新しい情報が入ったら、このチャンネルでお話しさせていただきますので、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。それじゃ